れよ。優しい心はいつもの笑顔。
どうもありがとうございます。ピカチュウのコンサートにようこそおいでございました。皆さんどうもありがとうございます。今日は渋谷のエピキロスです。まあ今までは新しい LP 噂の人類の中から続けて、曲を聴いてもらったわけです。さて、いよいよおなじみのナンバーを演奏しようと思います。まあおなじみのナンバーといいましてもいろいろあるわけでございまして、まあ、そういうのは後に取っておきますが、同じおなじみでも、今日はですね、まあ、聞いたことはある人もいるかもしれませんが、ジャズのスタンダードナンバーを今日は演奏したいと思うんですが、いかがですか？ありがとうございます。それではすごく有名な曲でございます。ジャズのスタンダードナンバーです。では行ってみましょう。ザッツオール。Thank you.
Thank you.
狂気の音楽家なんですが、彼はですね、
常に優れた耳を持っているわけです。これは天井の音楽を聞く耳ですね。まあ、僕も天井の裏のこのネズミの足音っていうのは聞くことができるんですが、天井の音楽ってのはなかなか聞くことができないと思うんです。天井の音楽、天の声です。そしてその声を生かすために彼はガンバラは万能楽器を作るんです。なんという万能楽器か忘れましたが、万能楽器を作りまして、マリアンナに聞かせるんですね。とマリアンナはこう言います。誰が一体あなたにこんな歌を書かせたんでしょうか。精霊です。聞こえなかった。精霊です。とガンバラは答えた。精霊が現れると全てが私には燃え上がっているように見えるんです。美しくて清々しくて花のように彩られている旋律と私は顔を突き合わせるんです。それらは輝いて鳴り響きます。私はそれに聞き入れます。しかしそれを再現するには無限の力が必要です。というわけでガンバラは天井の音楽を、実際の地上の音楽に置き換えることができなくて、つまりみんなに狂人扱いされたわけです。つまり彼の作る音楽は全てダサくだったわけですね。かっこよく書いてありますが、実はこの無限の時間が必要ですという、これがキーワードだと僕は思うんです。つまり死ぬまで作れなかったこういうことだと思うんですが、で彼はまあ金持ちにですね金貨をもらって、最後にすごくいい言葉を言うんですね。それがまあ次の曲につながる、まあ、キーワードになってるわけですが、彼はこう言います。そして周囲の静けさ、こういったものはね全部こう演出されて、その言葉を生かしたと思うんです。水とは燃えた物質である。さて続いての曲です。予期せぬ結論。Yeah!
Thank you.
どうもありがとう。続いてパイ、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 パイ。
本当にどうもありがとうございました。
コールありがとう。それじゃあ新しいアルバムの中からもう一曲やらせてください。知ってる方は一緒にどうぞ。新しい部分です。
どうもありがとうございました。まあ、また最後にしたいと思うんですけども、明日もやるんで、ぜひ来てほしいです。いかがでしょうか。来れない人のために、ご案内申し上げておきます。次に、ちょっとしたイベントはですね、今日ちょっと一部流したんでございますが、フリークスという映画があるんですが、それと一緒に、ピカチュウのライブをやろうという試みがあります。今いろんな日にちはですね、8月25日です。反応がないけどどうなってます。まあいいよ、もうこれで帰ります。20席の前に。